龍造杉太一は神奈川県川崎市川崎区出身で双子山部屋に所属した大相撲力士。最高位は西小結。本名は金尾隆現役時代の体格は179センチメートル150キログラム。得意種は突っ張り、押し。現在は年寄り、時和山であり、そして時和山部屋の師匠である。小学生の頃は、 空手で鳴らし、中学時代は、柔道部に所属しつつも、相撲大会に借り出されることがあった。中学卒業直前に、おじの誘いで土俵の鬼と言われた第45代横綱初代、若野花の双子山部屋を見学に行き、当時、道部屋に所属していた、幕下力士、高来さんの紹介で各官入りを決意した。初土俵は、1976年3月場所。 同期生には、後の大関、北天竜や前頭筆頭、天の山などがいた。入門時には高野里に目をかけられ、新弟子の出世疲労で締めた化粧回しも、高野里のものであった。高野里の稽古法を学び、ウェイトトレーニングも高野里から教わった。高野里からは、また、俺が入門した時は、過食と大量の飲酒の怖さを教えてくれる先輩が、いなかった。 お前は気をつけろよ、糖分の多いジュースは、控えろよなどのアドバイスを受ける。四行名、龍像杉は、俺たちの四行名で強くなれとの理由で、高野里と若見杉からもらったものである。出世は早く、1981年1月場所にて19歳、8ヶ月で、新十両昇進、同年、7月場所で入幕を果たした。スピード重量、スピード入幕の反面、 三役昇進は、新入幕の場所から10年、58場所目と、史上1位のスロー出世だった。丸い体を利した押し相撲で、長く幕内を務めた。愛嬌のある風貌で、ドラえもんのニックネームで親しまれた。現役時代は、鉄の胃袋というあだ名があり、焼肉75人前を平らげた記録を持つ。また、歌は、プロ級で、いくつかレコーディングもするほどで、 自身の引退相撲においても美声を披露している。自身は、五木博のファンで、女二段の頃、当時横綱だった輪島大師から、お前が従両になったら、五木博に合わせてやると言われたことがあった。それから三年後に、龍造杉が従両に昇進して、勝ち越しを決めた時、輪島は本当に、五木本人に合わせてくれた。龍造杉は、 憧れの五木博士に会えたことよりも、横綱でありながら、下っ端の女二段だった自分との約束を忘れずに、守ってくれた、輪島の誠実さに感激したという。1995年11月場所限りで、引退後は年寄り、藤島からう音羽山を経て、銅、時羽山を襲名し、初代大関、高野花の双子山部屋を経て一大年寄りとなった。 高野花部屋の部屋付き親方として長く更新の指導に当たっていた。2016年4月、19代地下の裏の定年まで2週間を切り、出羽の海一門からの後継者の擁立もできず、同一門内の他の部屋との合併も合意に至らず、消滅間際になった地下の裏部屋の引き継ぎを要請され、力士の居場所がなくなるのはかわいそうだとの思いから、 家族にも同意を得て5年後に名跡を元に戻すことを条件に名跡を交換し、異例の一門外からの部屋継承に至った。この時の師匠交代に伴い、千賀の裏部屋は、出羽の海一門から高野花一門に移った。また、師匠になってから1年半で、17歳で幕下に、上がった後長く足踏みしていた、高志の勝ちを出稽古と猛稽古で鍛え上げ、 無事関取に育て上げた。高しの価値は自身が師匠になってから初の関取となった。しかし2018年6月に高野花が一門を離脱したことにより高野花一門は消滅した。同年7月の相撲協会理事会で全ての親方は5つある一門のうちのいずれかに所属することが決定されたため、 元々所属していた二所の席一門に加入を申請し、同年9月21日に認められた。同年10月には退職する高野花親方より、全員が千賀の裏部屋への移籍を希望していますとの強い依頼を受け、高野花部屋の力士たちと、裏方全員を千賀の裏部屋へ迎え入れた。10月4日、部屋のツイッターに、どの子も、我が子と、 自ら書いた一筆をアップし、自らの弟子となった力士たちへの歓迎の意を表している。同年、11月場所では、旧高野花部屋から移籍したばかりの小結び、高継承が幕内最高優勝を果たした。その一方で、冬の九州巡業中に、同じく旧高野花部屋から移籍した高野岩が、付け人であった。 高大将シュートに対し暴行を加えていたことが明らかになり、同年12月に高野岩は隕石により引退。師匠である地下の裏も監督責任を問われ、日本相撲協会より建築処分を受けた。高野岩を厳しく叱責してはいるが、幕内で相撲を取った男だから、最後の花道としてやってあげたいと尽力し、2019年2月2日に、 両国国技館で断発式を取り行っている。2019年3月場所後、弟子の高継承が大関に昇進した。2019年9月場所直前の9月2日に、弟子の高の富士の付け人ら3人の女二段力士が部屋から姿を消したため、同日深夜に連絡を取って、高の富士が付け人に暴行を加えた事態を把握。 翌3日に鏡山コンプライアンス部長に報告し、19日の協会コンプライアンス委員会の会合では、高源氏と共に、高野富士の弁明に立ち会った。同委員会による調査の結果、高野富士による付け人への暴行、差別的発言や高源氏による死んで死への理不尽な命令、処罰が判明。千賀の裏についても、2018年10月に、 旧高野花部屋の力士たちが移籍してきた際、所属力士全員に対し、暴力、いじめ等をしないという誓約書を提出させ、日頃から暴力をしたらおしまいだから途中意喚起してはいたが、同月26日の理事会で師匠としての監督責任を問われ、報酬減額6ヶ月の処分を通達された。2020年コロナウイルス感染拡大防止のため、 無観客で行われた3月場所で弟子の高氏の勝ちが12勝3敗の高成績を収め初の3勝、関東賞を受賞した。2020年11月場所で弟子の高景勝が大関になってから初の幕内最高優勝を果たした。優勝インタビューでは、自分が調子が悪い時でもどんな時でも懐で守ってくれた親方、女将さん。 部屋のみんな、日頃からサポートしてくれている人たちに感謝していると語っている。2020年11月26日、両社間の当初からの取り決めだった5年で名跡を元に戻すことが理事会で承認され、20代地下の裏は17代、時和山に戻った。これに伴い同日付で部屋の名称も時和山部屋となった。17代時和山は、 名跡最高下により5年間限りと定めていた地下の裏との関係を終了させた後、2021年2月16日に、時は山部屋としての新宿社を、板橋区、前野町に構えて、時は山部屋を創設した。稽古場には17代時はさんの師匠にあたる土俵の、鬼と呼ばれた第45代横綱、若の花の写真が3枚飾られていると関係者により、伝えられている。 コロナ禍中のため、二所の席一門の親方や関取が参加する部屋開きなどは行われない。ありがとうございます。